レジャース、レジャー決まりです。いよいよ始まりました。レジャー決まりのレジャース、平成の音楽史、開演です。はい、皆さん、平成30年間、いかがお過ごしでしょうか。まあ、もちろん平成30年の間に生まれた方も当然、そういう方、若い方もいらっしゃると思いますけど、最後までこの平成の音楽史、全5回、全5回ですよ。ぜひとも お付き合いいただければと思っております。よろしくお願いします。初回行きましょう。第1回は、記念すべき第1回。美空ひばりの使徒、演歌の大暴落。美空ひばりって方は、皆さんご存知でしょうかね。すごい有名な方です。もちろん、歴史に残るほども、マッチが、近藤正彦が歌うまいと言って、大騒ぎになった、その張本人、美空ひばりさん。一応、顔だけはご説明します。こちらです。この方が美空ひばりさんです。ね。はい。美空ひばりさんはこの方ですね。では、軽く、昭和時代の話になってくるので、軽く、本当に、おさらい程度に、さらっと、お話しする前にこちら、ケイソイラクです。はい。ケイソイラクですが、いらっしゃいます。まあ、今日前後から全回、経路して、ケイソイラク行きますので。では、まず、美空ひばりさん、軽くご説明します。昭和12年生まれ、37年生まれですね。なんですけど、デビューはですよ、12歳ですね。24年ですね。昭和24年。戦後間もなく、歌手デビュー。12歳です、12歳。もう子役ですからね。で、それ以降、生涯ですね、1500兆の曲を歌って、これ、すみません、歌の女王と呼ばれたんですよ。ね。歌の女王、美空ひばり。どんな曲を歌ったのか、代表曲、さらっと。はい。東京キット。港町13マッチ。山田愛さんさん。全部これ、名曲です。ね。あれは確か、これレコーテーかなんか撮りましたね。これは本当にもう、亡くなるちょっと前の曲で、本当に有名な曲ですね。一応これは昭和時代。なので、まあ、ここまで一応さらっとご説明しました。ここから平成です。ね。平成、生前のラストシングル。川の流れのように。これは、秋元康が、作曲したということで、こちらが秋元康。え？これ、ちょっと違うよ。この人、タイムマシーンの人じゃん。関じゃん、これ。これ、モノマネ芸人は違うよ、これ。ダメだ、これ。失礼しました。この方です。この方が、秋元康。この人こそ結構平成時代、ね、大暴れする方ですからね。この方も後ほど出てきますんで、またね。はい。この川の流れよりも実はこの後ね、平成時代の最後にね、大活躍しますから。はい。一応この曲は、川の流れのように、という曲ですね。はい。で、この曲ですけど、ひばりさんの言葉からタイトル言った時にこの方が言ってます。まあ要はだから自分の人生を川の流れに、まあ、緩やかな川の流れみたいなものだということで、まあ例えたなというふうに言われてますね。で、それに感化をされたのが、この曲、そのタイトルでございました。川の流れのようにとタイトルになりました。で、だから、出してから間もなく、本当に。もう、半年経たないうちにですね、平成元年、89年、6月24日、女王逝去。はい。すごいですよ、これもう。報道されましたからね。青山葬儀場で、大々的にこう、葬儀してて、もう、歩道がもうね、美空ひばりファンで埋まったんですよ。で、もう、美空ひばりのその出荷の時とかもうみんな、ひばりちゃーんって。はい。葬儀の時も、川の流れのように全体合唱ですよ。川の流れのようにってみんなで歌ったんですよ。もうすごかったんですよ、この時。ね。そういうことがあったんです。まあ、秋元康もうほんと川の流れのように作詞してから自分の人生変わったなんて。だってもう、アイドルのプロデューサーとかそういう立ち位置だったのが、本当に本格的に作詞家になったっていうね。急に階段を駆け上ったということもありますよね。ただ、この後、演歌業界、震撼する事件が、まあ事実が勃発します。何が起こったのか、これを見てからです。この、めくります、今。ね。演歌業界。ね。まあ、一応、順にご説明しましょう。CD の売り上げが市場に良かった90年。だから、ちょうどだから本当にもう毎年毎年ね、まあその前からもミリオンあったんですけど、本当にこんなね、90年代の特に後半ね、もう、ミリオンヒットが軒並み出てきたわけですよ。で、本当にもう、
J-POP 影響時代って、ほんと J-POP 以外も曲じゃないとか言われたような感じの時代もありました。でも今だったらもう平行線いろんなね、竹島ひろしとかね、山内大輔とかいろんな人いるじゃないですか、演歌手ね。なんですけども、ただ、こうなってくると、他のジャンル、演歌もそうです。おー、津波が起きました。じゃん、こんなことまで言われたんですよ、さ。演歌はもう古い、古いって言われたんですよ、古いって。ね、こんな迷惑なことあるかーって、いうことですよ。ちょっとね、こちらちょっとお休みしまして。90年代の、オリコンヒットチャートをちょっと今、ご用意しました。ちょっと、一旦ですね、99年まで一応、まあ98年、一番強かったのが、まあ97年だって言われてるレコードですね。一応90年代すべて、ご用意しました。これですね。まず、1位が踊るももに、ね、何でもかんでも見るんだって始まる、ちびまる子さんのエンディングテーマ、今となったオープニングですね。それ、ロマン飛行ですね。もう本当にこれ有名な曲ですね。この腕の仲間でもなんてね。で、これもすごいもう有名な曲ですね。ただ、この時はまだね、強かったんですよ。麦畑、多いのやつ。ね。二人の心はーって曲ですね。はい。で、曲も、はい。まあ、当然この曲もね、それこそ、はぐれゲージのね、曲でしたから、テイラーさんね。はい、ですね。次。91年、ちょうどカーンチーの時代ですね。ゲスクのね。ゲスクのもうね、ものすごい時代ですよ。はい、見てください、これ。29まで全部、J-POPです。この、セアレンティブなんて、これ、基本的だからもうね、セアレンティブの、カラチャオミドとかもそうですけど、こう見たらですね、本当にもう CM とか、テレビドラマとかね、そんな、すごいもう、流行った時代だったんですよね。はい、これ。先ほどの高額数字に38位です。まだ生きてるのかと言いたいところだけど、38位です。一番上がこれでした。ね。で、その次、またこれもね、この時代も本当にもう月9だから、もうフジテレビの月9が強かったその時ね。君がいるだけで悲しみがいるのにね。てかもう、それが大事で、これフジテレビの山中すなテレビ、山勝のテーマソングにありました。負けないこと、負けたせないことですね。中時代もありましたね。ガラガラにボラマだってもフジテレビですよ。ね。ですけども。で、まあこうやって出てきた中で、Peace of My Wish とか、その本当にもうドラマの曲が軒並み出てくるんですよ。で、そんな中、53位、藤あや子の心だけ。これがだから一番上だったんですよ。本当にもう、ここでもね、演歌は弱いってことがもう明らかになるじゃないですか。分かったないんか。で、で、失礼しました。失礼しました。はい。でですね。93ですね。これ、いや。で、まあ、いや、振り返るやつが、いやですね。役も攻めろもう。ですね。こうなってくると、このビーズの愛がままに、僕は君だけを傷つけない。これね、ついこの間まで、ミリオンヒットの一番上だったんですよ。一番上って、ミリオンヒットで、のシングルの中で一番長いタイトルって、ってことで一番上だったんですよ。何言うとんねん。で、もう8とか7とかいろいろある中で、藤井彩子、頑張りましたね。49位。ねえ。次。この94年。エルネントワーク。これはもうミスチルの大丈夫ですね。ミスチルといえばこの曲って言われた時代もありました。いつの日もこの胸にですね。はい。で、ロマンス、ロマンスは、ね。この曲ですね。入りましたね、この曲もね。バイミースカイですね。はい。で、そんな中、なんと、一番上、演歌の一番上こちら、93位ですよ、93位。これも藤井愛子ですけど、藤井愛子この頃強かったんですよね。だけど、93位だったんです。ね。で、95年。もうこの頃なんて見てください、これ。全部、J-POP です。J-POP がありません。まあでも、これ夢ですよね、ウォーゴードライとか。これだってもう、お笑いで一番流行ったって、もこれは、これもまあ、今度の、後々やりますけど、
うわーわーわーですね。はい。これはまた後々やります。96年間もありません。ね。で、この97年ですけど、この30位はないと言いながら、もう一曲、オーラーテルコ。これ実はですね、河合美智子っていう人がですね、昔、ドラマでね、演歌歌手をやった時のこの曲だったんですよ。これは本当流行ったんですよ、これね。流行りましたね。はい。で、98年。やっと出てきました。さっきのオーラーテルコは結局なんで、それはもう、一応お会いいたしましたもん。で、この誘惑よ、グレー。入りましたね、これもね、ソウルラブ。これ同時で出したんですけど、この時ね、グレーのね、テルがね、離婚しましてね、一時キャッシュ化してなかったんですよ。で、そして、キャッシュと再会後のこの2枚同時シングルっていうのを出しまして、誘惑っていうのは、まあ、それはいいです。で、はい。二人は二人層が、91。いやー、頑張ったね、二人層。で、こちらもですけど、99年、これもひどいですよ。ね、99年のこのチャートで、J-POP が、沖縄にある中の団子産業だ。団子、団子、団子、団子ですね。これ、J-POP じゃありません。だけど、入りました。不思議な時代がありました。はい。99年までやりましたね。だから、いかに古いかってことになりましたね、これでね。はい。そんな中ですね、こんなことが起きました。皆さん、モームスタッフさん、さすがに失礼します。初代リーダー。ね。中澤優子。間違いまくってんじゃん、中澤優子。初代リーダー。ね。中澤優子さんですね。はい。この人はですね、まあ、ついにソロデビューってことで、だからもう、デビューしてから1年か2年か経ってから、ソロデビューってことで、この人もやっきりなんですよ、最初ね。やったーと。ところが、ここ演歌で演歌で届いてるんですよ。ね。悲しいですよ、これは。あの当時、悲しいって言われたんですよ、本当に。だって、泣きながら嫌だとか言ったとか、そういう話もあったりしました。そうそう。ね。で、そんな中ね、一応、ボームスの、名物ブロ、マネージャーがいました。名物マネージャーがいました。和田マネージャーって本当にね、一時本当にテレビとか歌番組とか出て、本当に有名だった時代があったんですよ。森高千里とか、サランキーもこの人がマネージャーしたんですよ。この人がつけば売れるって。売れるってことなんですよ。当然、ホームズ売れましたね。はい。で、この人の企画は大体通ったんですよ、もちろん。ただ、この人がね、余計なこと言っちゃいますよ、これ。見てください。ね。オリコン10位以内に入らないと、もう、そのデビューシングルね。演歌のデビューシングルがオリコン10位以内に入らないと、坊主になります言ったんですよね。言っちゃったんです、この人。男として、多分男をあげたかったのか、ね、モームスの中澤優子を、もう、励ましたかったのか、こういうこと言っちゃったんですよ。まあ、当然、こう、そうなると思う。いや、中澤優子はそれやりますよ。やりました。ね。で、シングル出しましたよ、ついに。出しました。で、売り出しました。で、シングル出して、発売して1週間後に、まあ、オリコンチャートっていうのが出るわけです。1週間後、見てください、これ。次、これ。めくった後、期間後に乗ってます。和田マネージャーどうなったのか、5月も加え、一斉ので、坊主なんですよ。やっちゃった、なけなこと言うからね。え、ただね、頑張ったんですよ、これ。最高位19位って、あの当時さっきも言ったでしょ？だってこの時代ですよ、本当にもう演歌本当に全く売れない、30位以内に入ってないこの時代に、19位だったってことは、すごい頑張ったんですよ。中澤姉さん。活躍したけど、言っちゃったからね。はい。そんな中、こういう、そういう時代だったんですよ、本当にもう。ウォームスのリーダーが、もし J-POP 出したら絶対1位取った、そんな時代だったんです、本当にもう。名前だけで。名前だけ1位取れた時代に、19位だったってね。いや、本当にね、演歌はもうね、逆風をね、もうずーっと浴び続けた中で、こんなことが起きました。救世主登場！日本好みだってね、これそれこそ細川隆史とか、森好みとか、
今となった有名な方々いますけど、日本グローブが90周年になりました。デビュー歌手。だから、90周年デビューで、という名前を使って、どうしてもこの曲はもう演歌しか売る気なかった。だから、ここまでして、演歌を売りたかったという気持ちは確か。ね。そして、このデビュー歌手というものすごい鳴り物入りで登場した人がいます。演歌界のプリンス、飛行士と言われた方います。この人、誰だかご存知のか、今、顔をしますね。清志。氷川きよし。ね。この人本当にね、あの当時すごくもうだから、デビュー当時からね、氷川きよしは、ビートたけしが付けたなんて名前を付けたなんて言われてるぐらいだけど、まあ、その話では嘘ですよね。はい。ということもありました。で、この人が出た瞬間にですね、こんなことが起きました。デビューシングル。箱根初めの半次郎。やだね、たらー、やだねー、やだね、たらー、やだねーが。やだやだって言ってるうちになんとこの人。オリコン演歌チャート。初登場7位を獲得いたしました。これね、中澤姉さんの件はわかりますよ。だってまだ、それこそ、まあ、モームスっていう地盤があり、ツングっていう人がいて、さっきの和田マネージャーの尽力もあり、それで、初登場19位だった。ただ、まあこれは、当然、オリコン演歌チャートにならないですけど、演歌チャートですよね。だけど、この、だから、初登場した瞬間からもう1年以上ずーっとこの曲は、カウントダウン TV で流れ続けますから。だからもう、売れたんですよ、これ。そう。すごいことなんですよ、実はこれ。演歌っていうのがこれで急にね、株が上がったわけです。氷川きよし、すげえ！ね。だから、まあこれは氷川きよしじゃないけども、こんなことが起きました。先ほどの99年の年、団子三兄弟の翌日ですね。はい、津波があります。桜とかあります。ウェイトアウチ、宇多田ヒカルの曲があります。ラブデアフタトモーロー、ね。倉木麻衣のデビューシングルも売れました。11位。孫大泉逸郎。なんでこんなに可愛いのかよって言ったこの人が歌いました。孫好き桜物か。この人が、大泉一郎さん。この人が、なんと、11位というね、快挙を遂げたわけです。もう、この瞬間決定です。もう、演歌、生き残り、素晴らしい復活しましたよ、演歌。おめでとうございます。で、一応先ほどの、それ、氷川きよしが他にも出してましたね。はい。きよしのずんどこ節。ね、ずんどこきよしですね。はい。という曲も、まあ、有名ですよね。もう一個これね、実はこれ、氷川きよしが歌った曲で、これ、清子の夜って、いつまでも、いつまでも、愛しくて、っていう曲。これね、演歌じゃありません。RK っていうね、名プロデューサーが書きました。RK。RK が書きました。はい。RK っていう人が書いた、この、氷川きよしの夜って曲ですね。これ、先ほどの、きよし名義ですね。きよし名義で、まあ、お出しした、この曲、教師この曲。これもね、まあ、流す飛ばしでした。でも、まあ、売れたというか、売れたけど、はい。で、一応先ほどの、0年の年間11位の、大泉一郎孫。これも、まあ、演歌としてはすごい売れたから、まあ、これも本当にもう、功労者としても、立派だと思います。で、もう一個、もう一個、功労者あります。ゼロ。あなたを、手相の時、悲しみの日本海、愛を見失いっていうことで、ゼロが売れました。ゆみゆき。ね。これも売れました。これもね、先ほどね、秋元康がね、書いたっていうことでね。まあ、これも本当は秋元康が、だから違うと思う。この人ですね。秋元康が書いたっていうね。まあ、ゼロのゆみゆきね。これも売れましたね。はい。ということで、まあ、演歌はこうして生き残って今に至るってことで、だから本当最大の功労者間違いなくね、氷川きよしじゃないかと思います。はい。それではですね、今度からですね、前5回必ず最後に問題出します。問題です。今回にちなんだ問題。中澤ゆう子姉さんがですね、デビューシングル、演歌を出しました。演歌のタイトルは何でしょう？これですね。なんだかの女房というふうに鳥の名前を付けます。何の女房かってことで1番、3択です。3択ですね、3択。1番、ウグイス。
2番カラス、3番セキレイ。これは何でしょうかということで、正解発表ですね。休み明けですね、全5回の、アップが終わってから、ニコ生で放送します。編集後期やりますんで、編集後期で発表します。お楽しみに。次回じゃん、打って変わってアニソンです。奇跡のコンビトゥーミックス VS 林原めぐみカッカ、奇跡のコンビトゥーミックス VS 林原めぐみカッカ、ね、どっちが勝ったかということで、もう同時期に売れたこの2組、どっちが勝ったのか、どういうことになったのか、乞うご期待。 See you next time. バイバイ。